政界の丸山忠夫でございます。議長から壇上での質問をお許しいただきましたので、会派を代表して質問をさせていただきます。質問による回答は大きな項目ごとにお答えいただきたいと思います。勝山市にとっての一大イベントであります春を呼ぶ奇祭山一町祭りも、去る2月25、26の2日間3年ぶりに開催され、土曜日曜日ともに天候に恵まれたことから多くの観光客でにぎわいました。ただこの山一町祭りも、それぞれの区にとっては人口減少と高齢化が足かせとなって、運営には一部の区を除いて負担に感じている区が多く、今後問題点を整理する必要性に迫られています。また山一町よりも1ヶ月前に開催されました年の一にも、市民をはじめ県内外の観光客が大勢本町通りを訪れ、久方ぶりに賑わいをもたらしました。スキージャム勝山は昨年12月中旬に降雪があり、1月に入ってもかなりの積雪があって、多くのスキーやスノーボーダーが訪れて賑わっていますし、この勢いで弁天河原の桜、復活する九頭竜川に架かる勝山橋に沿って泳ぐ鯉のぼり、ゴールデンウィーク6月中旬からの鮎釣りの解禁、白山平泉寺の石物語、そして夏にはリニューアルする県立恐竜博物館に押し寄せる観光客、こういった流れで勝山市に多くの観光客が来て楽しんでいただく光景を、市民全体が喜んで迎えることができるような一年になればと良い思っているところではあります。国及び県の当初予算が発表されました。国の予算の占める割合では、防衛力強化が最優先課題とし、次いでコロナや物価高騰、さらにウクライナ危機を伴う景気減速に備えた予備費、次いで社会保障費と続き、少子化対策の関連施策を移管して今年4月に発足するこども家庭庁の予算は、特別会計を含め4兆8104億円を計上して、今回の予算の目玉になっています。もう少し内容を見てみますと、少子化、子ども関連としては、出産育児一時金が8万円増額されて50万円に、妊娠届と出生届を出すと、10万円相当が給付され、出産、子育てに重点が置かれていることが伺えます。県予算としましては、北陸新幹線県内開業の受け入れ準備やプロモーション事業などに重点が置かれ、勝山市に関しては県立恐竜博物館の夏のリニューアル開館記念と、県立大学の長尾山恐竜学部の開設や、越前鉄道に交通系 IC の25年春に開始できるように県が導入を支援するとしています。さらに子育て応援日本一福育県の実現を目指し、事業としては子どもの一時預かりや子育て相談体制の拡充など24事業を盛り込み、すべての子どもが家庭や保育所などで安心して過ごせる環境を充実させるとしています。これに関連して知事は、第2子幼児教育の無償を検討していることも総理が代言した折に表明しています。勝山市の令和5年度当初予算の一般会計は、前年度比2800万円 0.2% 減の119億円で、平成27年の過去最大であった当初予算の131億1027万5千円からすればはるかに及びませんが、ほぼ前年並みとなりました。直面する物価高対策や、昨年8月の大雨を受けた防災対策の推進、子ども政策の充実などを最優先課題と位置づけた上で、この機を逃すことのないよう、新たな勝山市の実現へ、多方面にわたり積極的な投資を行うとして、投資的経費の普通建設事業に前年度比3億6500万円増の12億5600万円を計上しました。市長は将来のまちづくりや
交流人口拡大を見据えた事業に積極的に取り組むことを印象づけるために、多方面にわたって投資をするスタートの年、限られた予算の中ではあるが、今後の新しい勝山の展望を開いていきたいと述べておられます。また、今年度予算を作成する基本的な構想として、第6次勝山市総合計画に掲げた政策目標の2つのつくる、地域の未来をつくる、町の楽しさをつくる、4つの守る、子育て教育、福祉健康、産業経済、防災減災、生活環境の6つの柱に沿った町づくりを推進するとしています。そこで私は最初に新年度予算の市税見込み、市債償還予定と財源措置、財政調整基金の在り方の3点について、さらに子ども課の新設、教育会館を子ども会館とする狙い、市長の考える少子化対策、高齢者の集える部屋の新設について、勝山市の観光に対する取り組み、農業に対する取り組み等について質問いたします。まず1点目、新年度予算についてであります。大きな項目ごとでいきますので、よろしくお願いいたします。最初に1位でございますが、市税見込みについて、市民税のうち個人は前年度決算がコロナ禍前の水準にまで回復する見込みであることから、3年ぶりに10億円超を見込み、法人税においても増額を見込んでいます。固定資産税のうち、土地は今後も地価の下落傾向が続くと見込み、減額。家屋については新築家屋の増、勝山ニューホテル民間譲渡の影響から増額を見込んでいます。タバコ税は令和3年10月からの増税の影響が令和4年度で通年化することから、4年度決算見込みと同額程度を見込んでいます。しかしながら、公共施設の全面的な禁煙をはじめ、飲食業をはじめとするサービス業などに対し、一律的に原則建物内禁煙を課していて、もともとタバコ産業が衰退化の一途を経ていることなど、ここに来てさらに悪化の負を進めていることは紛れもない事実であります。入湯税は夏頃までは県立恐竜博物館休館の影響から減額を見込んでいますが、夏以降は回復すると見込んでいます。軽自動車税のうち市別割は平成28年度の新規登録分等の税率改正による影響が今後もしばらく継続することから増額、環境性能割についても令和4年度決算見込みから増額を見込んでいます。都市計画税は固定資産税と同様に家屋の増額を見込んでいます。市税全体では前年度比7200万円増の27億5300万円を見込んだとしています。日本経済を取り巻く環境は厳しさを増しています。ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇や円安の影響などで、国内では日常生活に密接なエネルギー、食料品等の価格上昇が続き、また世界的にも景気後退懸念が高まっています。今後、この難局を乗り越え、さらにその先の未来に向け、日本経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくためには、新しい資本主義の旗印のもと、物価高円安への対応、構造的な賃上げ、成長のための投資と改革を重点分野とした総合的な対策が必要としています。こうした背景を見据えて考えますと、市民税の前年並みの税収入を望むにはかなり厳しいものがあるのではないかと思いますが、見解を伺います。2つ目は、市債償還予定と財源措置についてであります。建設事業に充てる普通債は、4億1600万円で、前年度比1億4100万円の増額となりました。国の補正により、令和4年度3月補正に前倒しとなった道路補助事業、公園補助事業、国県道改良事業負債金
および経営事業負担金にかかる資債1億5500万円を合わせると5億7100万円になります。臨時財政対策債は令和4年度に引き続き地方財政計画の地方財源不足額が大幅に減額となり、国と地方での折半対象財源不足が発生せず、地方債の元利償還金分の発行も大幅に減額となったため、前年比1億3500万円減額の5000万円となりました。新たに発行する資債額が過去に借り入れた資債元金償還額を大幅に下回ったため、令和5年度末の資債残高は令和4年度末残高と比べ6億9500万円減額の119億300万円となる見込みです。平成30年度末の資債残高が125億2700万円と比べればかなり減額となっていますが、依然として高い水準となっています。今後の一般会計の資債償還の予定と財源措置について見解を伺います。3点目は財政調整基金の在り方についてであります。市税、地方交付税および地方常用税等の主な一般財源が前年度比7200万円減額となったことに加え、4月1日から電気料金が改定され、公共施設等の電気料金が前年度比1億500万円増額、電気料金値上げの影響を受ける市民負担を軽減するため実施する緊急経済対策、電気料高騰対策支援交付金、林道・作業道の減災対策、維持管理等を支援するため、林道愛護組合等に対し交付する豊かな森づくり推進交付金、認定こども園・園舎改築工事への助成、原緑線歩道整備工事、新中学校校舎等の設計業務、パーク PFI、福井県立大学恐竜学部、開校に対応するため、勝山恐竜の森整備などに積極的に投資を行った結果、前年度比2700万円増額の2億8000万円を財政調整基金から取り崩すこととなりました。財政調整基金取り崩し後の令和5年度末残高は14億4600万円となります。平成29年度末残高が約9億4400万円でしたから、かなり改善されていることになります。財政調整基金は財源が不足した年度に使用する預金のようなものですから、決算の剰余金を積み立てることが多いようですが、財政調整基金の適正額は標準財政規模の 10% が望ましいと言われています。今後の資債償還を見込みながら、市民生活関連施策に対応していくことになりますが、財政調整基金についての見解を伺います。まずは3点目、よろしくお願いいたします。まず私からはですね、少し順番逆転いたしますが、財政調整基金、ここのお答えをさせていただきたいと思います。ご質問にもございましたとおり、財政調整基金の残高の基準というものについては、明文化されているものではありません。現在までですね、国の指導ですとか助言の中で、経験則上、大体標準財政規模の 10% が望ましいというふうに言われております。これ望ましいという表現につきましては、10% 程度の備えがあればですね、大雪とか大雨等の災害、またはですね、勝山市なかなかないんですが、市税とか地方交付税等々がですね、大幅に削減されたとき、そういったときでも、財政的には対応しうるというところで、そういったものが今言われているところでございます。勝山市におきまして、令和5年度末の財政調整基金の残高は、14億4583万3000円となる見込みですが、令和4年度におけます標準財政規模が
70億9500万円余りということでございますので、率にしますと、財調の残高は財政標準財政規模の約 20% というところになります。で、この数字を申し上げますと、何かこう余裕があるのではないかという感覚も持たれるかもしれませんが、そういうふうにはちょっと私どもは考えておりません。今後ですね、令和5年度から8年度にかけまして、中学校の再編ですとか、信用受け入れ施設の整備、ビュークリーン奥越の基幹整備といった大型のですね、公共事業が展開されるので、そこら辺の財政需要が見込まれております。またですね、ご質問にもございましたが、当初予算でもですね、財政調整基金を取り崩して初めて調整が完了するということになっておりますので、なかなか勝山市のその財政基盤では、どこまでがあればですね、十分対応できるかというのは表現はしにくいところであります。今後もですね、引き続き他側を緩めることなく、健全な財政運営を行ってまいりたいというふうに考えております。はい、新年度予算のうち、市税見込みについてお答えいたします。令和5年度予算編成におきまして、市税、特にご質問のありました市民税をどのような考え方に基づいて編成に当たったのかを申し述べます。まず個人に課税します市県民税であります個人住民税について、当市において生産年齢人口の減少が著しいため、年々均等割の調停額が減少してきており、令和4年度の実績見込み額をもとに減額といたしました。一方で、所得割についてでございますが、令和4年度の実績見込み額は、当初予算を大きく上回る見込みであり、令和5年度についても、令和4年度の実績見込み額をベースに、さまざまな増減要因を加味した上で算出しております。次に、法人市民税についてでございますが、主要法人の決算額をもとに、法人市民税の税額を算出した結果、こちらもコロナ禍前の水準に戻るものと見込み、予算に反映しております。議員からご指摘がありましたとおり、国際的な原材料価格の上昇など、さまざまな要因で、日本経済を取り巻く環境は厳しさを増していくものというふうに思われます。先ほども述べましたとおり、予算編成の段階では、個人住民税、法人市民税とも、コロナ禍前の水準に回復してきているものと判断し、予算に反映をいたしました。私の方からは、被災償還予定と財源措置についてお答えいたします。ご質問にもございましたが、令和5年度末の一般会計支払残高は119億259万1000円となり、内訳を申し上げますと、国から地方自治体に交付する地方交付税の原資が足りないため、不足分の一部を地方自治体が借り入れする臨時財政対策債が40億406万6000円、建設事業等の財源として借り入れる普通債等が78億9852万5000円となっております。臨時財政対策債につきましては、その償還額の全額が今年度の普通交付税により財政措置されるものでございますので、臨時財政対策債を除く普通債等で申し上げますと、平成12年度末残高95億7521万6000円がこれまでのピークでありまして、その後、普通債残高は年々減少してきましたが、平成24年度から27年度にかけ、ジオアリーナの建設があり、増加、28年度以降、公共施設等の適正管理の推進につきまして、地方財政措置がされるようになり、これまで一般財源で実施してきました公共施設等の長寿命化工事、自然災害対策として実施する改良工事等が、手厚い財政措置のある公共施設等適正管理推進事業債、緊急自然災害防止対策事業債を財源に実施できるようになったため、普通債等の支払残高は近年増加傾向にあります。しかしながら、支払の借り入れにおきましては、財政措置のある支払以外は借り入れをしない方針で財政運営を行っておりまして、
令和5年度末の一般会計記載残高119億259万1千のうち79億6600万円余り、総額の約 67% が今年度普通交付税で財政措置されるものでございます。この割合、財政措置される割合につきましては年々増加傾向にありまして、健全な財政運営ができているものと考えてございます。いや、まさに課長今言われたように健全な財政措置が取られていると高く評価しております。本当に資産も順調に減ってきてますし、いいんじゃないかなと思いますね。今後もこういった財政基盤でもって方針でもってやっていただきたいと思います。次に、2項目目の子ども政策についてであります。これも1,2,3 と問題がありますので合わせてご答弁いただきたいと思います。まず最初の子ども課の新設についてであります。子ども政策をこれまで以上に強力に推進し、質の高い幼児教育、保育、子育ての充実、幼稚園、保育園、認定子ども園と小学校との連携強化、学校教育と子育て支援の連携などの実現を図るために、4月1日から福祉事務所の子育て支援部門を教育委員会事務局に移管し、新たに子ども課を新設するとしています。その狙いについては、就学前児童の小学校入学をスムーズに移行し、児童センターと小学校を一体的に運営することで、家庭と学校を一元的にサポートし、子どもの自立を支援していくとしていますが、改めまして市長の見解をお伺いします。2項目目、教育会館を子ども会館とする狙いについて、教育会館を子ども会館として子育て支援機能を加えて、中央公園の屋外遊技場を屋内遊技場と一体的に整備し、ワクワクするような施設を目指すと市長は述べておられます。また以前、市長から教育会館の3階から中央公園に滑り台を作る計画をお聞きし、まさに子どもたちがワクワクする楽しい企画だと思っています。これからの子どもたちに託す市長の考えをお聞かせください。3項目目、市長の考える少子化対策について、実効ある少子化対策へ全体像の議論をとする日本経済新聞の社説が1月28日日刊誌に掲載されていました。これには若い世代の結婚出産への希望をどう叶えるか、全体像の議論をいち早く始めるべきだ、政府内での検討は児童手当などの強化、子育てサービスの拡充、育児休業を含む働き方改革と、小さな子どもがいる家庭向けの多くを占めている、結婚に踏み切れない若者の雇用問題や教育費の負担軽減も大事になる、秋にまとめる子ども大綱にこれらの課題を盛り込むだけではなく、早い段階から国会でも踏み込んだ議論が必要としています。他にも財源面でも包括的な検討が重要として、児童手当の所得制限の撤廃を訴えていますが、歳出増の圧力は増すとしていますし、6月までに将来的な子ども関連予算の倍増に向けた大枠を示すというが、費用と財源の組み合わせを早めに提示してこそ政策の効果や是非の議論が深まると提言しています。そして少子化対策を1994年から何度も出ていて、幼児教育、保育の無償化などを成果に挙げているが、対策メニューの一部に過ぎないと厳しく述べています。またドイツでは男性の育休取得と女性の早期復職を促す中で、出生率を回復させたとしていますが、日本の取り組みの遅れの背景には、古い家族観や労働観があったのではないか、こうした検証と反省を踏まえ、効果的な少子化対策を詰めてほしいとしています。そして最後に大事なのは、基礎の積み重ねであり、企業も含めた取り組みの加速を求めたいとしています。これとは別に、
2月19日に岸田首相が少子化対策奇跡の町と呼ばれている岡山県の奈義町を訪問しています。首相が少子化対策を最重要課題に位置づけていることなどから奈義チャイルドホームなどを視察し、子育て世帯が集まって相談したり、一時預かりの子育てサポートや子育て中の保護者と対話したり、地域ぐるみで子どもを育てる取り組みなどの説明を受けた記事が掲載されていました。勝山市は今回少子化対策として県内では初めて不妊治療費にかかるさまざまな費用を完全無料化する事業を500万円で実施し、これまでは無料となる治療回数に制限があったものを撤廃するとしています。担当課によれば年齢制限も回数制限も設けず完全無料化するのは県内では他に例がなく、県は日本一と示しているほど手厚く不妊治療を支援していますが、さらに上乗せの助成を行うことで全国一の支援体制として少子化対策のための経済的な負担を軽減し、出産しやすい環境づくりを進めていきたいとしています。大変大きなテーマではありますが、市長の考える少子化対策について見解をお伺いいたします。子ども化、子ども政策について私のからお答えをさせていただきます。最初に子ども化新設についてお答えをいたします。2月末に発表されました2022年の外国人を含む国内の出生者数は79万9728人と発表されています。統計を取り始めた1899年以来初めて80万人を割る。国は少子化が危機的状況であるとの認識を一層強め、子ども政策の新たな司令塔として、4月から創設される子ども家庭庁において、子どもに関する政策を社会の真ん中に据え、さまざまな支援、制度の充実に取り組むとしています。また、福井県の人口につきましても、2月1日現在の推計人口が、1971年以来、52年ぶりに75万人を下回り、県内すべての市町で1月1日現在と比べますと人口が減少したと発表をしています。勝山市においても出生数の減少により少子化が進行しており、子育て教育への集中投資という基本的な考え方に立ち、子ども施策を強力に推進し、出生数の維持を図っていくとともに、5年後、10年後の人口構成を踏まえた少子化への現実的対応を進めていく必要があると考えます。こうした状況を踏まえ、子どもたちに豊かな環境を提供していくため、市長部局と教育委員会部局に所管が分かれている幼児教育、保育、子育て支援等の子どもに関する業務について、本年4月より教育委員会部局にて一元的に所管させることとしました。この行政組織機構の改編により、小学校就学前の子どもの教育環境及び家庭の子育て支援の強化、幼児教育と小学校教育との円滑な接続、小学校と児童センターの連携強化、育児で困難を抱える家庭への相談体制の強化など、さまざまな効果が得られるものと考えています。また、就学前教育と小学校教育、小学校と児童センターの間の関係強化により、子どもの育ちに関する情報の共有や連携を行う、このことはですね、小学校入学を機に生活環境が大きく変化する子どもたちが、小学校での生活や雰囲気になかなか馴染むことができない、落ち着かない、こういった小一プログラムの解消や、就学前から小学校へのスムーズな移行に有効であると考えています。幼児教育、保育、子育て支援等の一元化により、質の高い幼児教育の推進、縦割りの弊害と入学の境目の不安解消、学校から放課後、家庭にわたる支援、家庭に対する総合的な相談体制の強化など、子育てに対する継続的かつ一貫性を持った支援体制の整備、充実を図ってまいります。
教育委員会事務局での子ども課の新設により、子ども政策をこれまで以上に推進し、子どもたちの育ち、学びの連続性を重視した教育が展開できるよう、努めてまいりたいと思います。次に、教育会館を子ども会館とする、狙いについてお答えをします。教育会館と中央公園につきましては、乳幼児から青少年、高齢者までの市民が集い、学び、遊び、想像力を育む場、安心、安全、快適な空間、勝山らしさが感じられる空間を改修方針として再整備を考えています。このうち教育会館は、子ども会館、仮称子ども会館としてリニューアルし、子ども・子育てに関する機能の集約や、福井県の補助事業を利用しました全天候型の子どもの遊び場の整備を行い、隣接する中央公園とこれを一体的に整備することを予定しています。子ども会館には子どもに関する政策立案やさまざまな支援を行う部門として新設する子ども課と、小中学校教育を担当する教育総務課が一箇所に配置します。これによりまして、ソフト面でのワンストップ化、先ほど申し上げましたように、そういったことも図ります。また、この子ども会館内には、子育て支援センターや子どもの遊び場、親子で過ごせる場などを整備したいと思います。勝山市の子ども・子育ての中心として機能する場所にしてまいりたいと考えております。子どもに関するさまざまな手続き、支援、相談窓口を集約することで、市民の利便性向上を図り、また多くの子どもたちや保護者、そして全世代の市民の方が気軽に楽しく過ごせる場を作ることで、未来を担う子どもたちが健やかに伸び伸びと育つことができる環境、保護者が子育てに喜びを感じることができる環境を提供したい、そのように考えています。本年1月から2月にかけまして、0歳から15歳までのお子さんがいらっしゃる保護者を対象に、教育会館と中央公園の改修や、中学校再編の考え方など、今後の勝山市の子ども・子育てについて、保護者説明会を実施いたしました。勝山市の子どもを取り巻く環境や、今後想定される状況などについて、十分な説明を行った上で、参加者を対象にアンケートを実施、教育会館と中央公園の改修についても、保護者の方々からさまざまなご意見をいただいています。施設等の具体的な整備の内容については、現在はまだ構想の段階であり、今後、市民の皆様のご意見を伺いながら、子どもたちが楽しめる場、乳幼児から大人までが集う夢のある施設となるよう、しっかりと進めてまいりたいと思います。次に、市長が考える少子化対策についてのご質問にお答えをいたします。勝山市では、もうこれは本当にかねて、ずいぶん以前からですね、子育てしやすい環境づくり、これを念頭に、子育て政策日本一、これを掲げてまいりました。放課後児童対策としては、すべての小学校に設置した児童センター、そして奥越特別支援学校内に設置した放課後等デイサービスの奥越ザウルスの利用料を全額無料としています。希望するすべての児童が利用でき、かつ利用料が無料の放課後児童対策事業は、実はですね、全国的にもほとんど例がないと聞いています。そのほか、県内トップレベルの保育料の軽減、18歳以下の子どもの医療費の窓口負担無料化など、これらは勝山市が県内でも早期に実施した施策です。保護者の経済的負担軽減になるとともに、安心して働く、非常に共働き率、女性の就業率の高い勝山市でございますので、安心して夫婦が働くための生活面への支援につながっていると考えます。子育て支援サービスの利用料無償化や、予防接種費用の無料化、育児相談、子育て相談、家庭児童相談、ひとり親家庭相談など、さまざまな相談支援、さらには各種の乳幼児健診や発達相談会、言葉の育ちの教室など、気がかり児への療育へ早期につなげる仕組みづくりを行うなど、子どものより良い成長に向けた支援を行ってまいりました。また、ニコニコ妊婦奨励金や、妊産婦健診、妊産婦医療費の無料化、
産後ケア事業として母乳相談やショートステイの実施、すくすく育成奨励金などの支援を行うことで、安心して出産育児ができる環境づくりにも取り組んでまいりました。まあ、しかしながらですね、結果的にこれらの子育て支援策が、少子化の進行を止める、そういった効果があったかと申し上げますと、まあ、これは全国的ではありますが、なかなかそうは言えないのが現実です。そういった認識は十分持っています。令和5年度当初予算では、持続可能な勝山市を目指し、積極的に人口減少に対応するための新規事業として、不妊治療にかかる費用について、まあ、今ほどありましたとおり、年齢制限、それから年間の回数制限、そして補助の上限額、こういったものをすべて撤廃します。県の事業の拡張と合わせまして、まあ、これによりまして、事実上、自己負担の金額をまあ全額ゼロにする、まあ、そういった事業を創設します。おそらく年齢制限の撤廃ですとか、年間の回数制限の撤廃というのは、あまり例がないかと思っています。不妊治療には大きな精神的負担と、また経済的な負担、この2つがあります。市としてはこのうちですね、経済的負担の緩和にこうして取り組む、そしていろんな相談体制で精神的負担の緩和にもしっかりと対応していく、こうした形で市民の皆様方を支援し、ひいては少子化対策につなげていきたい、そのように思っています。少子化の要因は多岐にわたることから、若者の雇用問題や働き方改革、家事・育児に対する男女負担の見直しなど、さまざまな分野で多角的な取り組みが重要となります。勝山においては、子ども政策に関わる結婚、妊娠、出産、子育てのあらゆる場面で、きめ細やかな支援、経済的負担の軽減などを行い、若い世代の皆様が勝山市で子どもを産みたい、育てたいと思っていただけるよう、そして勝山市で生まれ育つ子どもたちが一人でも増えるよう取り組んでいきます。まあ、今ほども申し上げましたが、子育て支援策だけでは少子化対策にならないということで、なかなか私どもも意識して少子化対策ということをあまり口にしてきませんでした。まあ、しかしながら、子ども家庭庁の状況もあります、それからもう後のないこういった少子化による人口減少の状況もあります。今まで当たり前であったこともしっかりとメスを入れながら、やはり将来に、ちゃんと将来の子どもたちのためということを念頭に置いて、しっかりと苦しいことも乗り越えながら、勝山市の将来のために取り組んでいきたいと思っています。まあ、今回の不妊治療費の助成はあくまで一例でございますので、少子化そのものを止める政策、まあ、これをしっかりとこれから進めてまいりたい、そのように考えています。議長。丸山議員。こんな質問をして申し訳ないと思ってます。でもあえて市長からですね、もう本当にもうこれでもかこれでもかという政策をこう出されているということは私も重々承知しています。まあ、本当に先ほども市長言われたように、県のその子どもたちが、まあ、人口そのものが75万人を切ったということ、そしてますます子どもが少なくなっていくっていうこの現実を、まあ、本当にこう止めるっていうのは、まあ、本当に至難の業。まあ、国もやってますし、県もやってますので、まあ、それをさらに勝山氏がその上を行けというのは、本当にまあ切ない希望、要望ですけれども、まあ、一つですね、今おっしゃっていただいた、まあ、夢のある施設づくり、また一つ、頑張っていただきたいなと思っています。で、本当に現実的にですね、この子ども会館にするというふうなことを発表されたときに、批判的な言葉もありました。なんでこんな少なくなる子どものために、すんなはするんやとか、でそれよりも少子化対策を考えなきゃいかんじゃないのって、まあ、ある、まあ、有識者の方が言われましたけども、私はだからこそ、するんじゃないかなと思いますよと。だからもうしばらくこの市の市長の、そういった方針を温かく見守っていてくださいって、まあ、そんな偉そうなことを言ったんですけども、まあ、本当にいろいろと難しい問題はたくさんあると思います。
子育てにもう日本一という、そういった振り込みはもう十分届いていると思いますけれども、まあ、だからといって、勝山氏がその少子化対策に完璧かというと、まあ、それではありませんけれども、ですからそういったところを、まあ、あの国と県とまた一緒になってですね、あらゆる施策をまた取り入れながら、勝山氏にできる精一杯のことをやっていただきたいなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。3点目であります。高齢者の集える部屋の設置について、これ変な題ですけれども、あの今のその子ども会館につながりまして、なんかあの年寄りを追い出すようなで、そういうふうなイメージを受けるっていうことのために、私、あえてこの問題につきまして、ご質問させていただきます。教育会館を子どもたちのための会館にするという案に対しては、素晴らしい構想だと理解しています。しかし、区長からは、使いやすかったまちづくり会館が子どもたちに捕らえてしまって、どこか片隅に追い払われてしまうのではと、不安感を訴える声が聞こえているのも事実であります。まちづくり会館機能を生かした高齢者がワクワクする施設や遊び場についてお考えいただけないでしょうか。高齢者が楽しく集える部屋の設置について、市長の見解を伺います。こんな質問ですけど、よろしくお願いいたします。高齢者の集える部屋の設置についてお答えいたします。令和2年度の国勢調査によれば、勝山市における65歳以上の老年人口は 37.5% となっており、10年後には 40% を超えると予想されております。反対に15歳未満の年少人口は 11.2% で、10年後には 10.1% となり、その後は 10% を割り込むことが予想できます。このような状況の中で、健康な高齢者の方が地域で長く活躍できる仕組みと、一人一人を手厚く支援する子育て政策の両方が必要であると考えております。また、高齢者の方が趣味活動、ボランティア活動、就労的活動を継続していただき、そして子育て世代の家庭の負担軽減が図れる社会を目指しております。令和4年度において、各まちづくり会館の主要な機能として、地域福祉の拠点、そして高齢者団体への支援を位置づけておりますので、地区社協と連携し、各まちづくり会館に高齢者の憩いの場を確保したいと考えております。また、今年度、市役所周辺施設のファシリティマネジメント業務を行う中で、教育会館の配置についても検討を行っておりますが、勝山まちづくり会館の専用部分につきましては、現在のままの配置を計画しており、ホールにつきましては、まちづくり会館による利用や、市民大学、爽やか大学などの現在、大人数で使用しておられる団体の方などには、今後も同じようにご利用いただけるよう検討を行っております。そのほか、貸部屋につきましては、現在の使用率等を考慮しながら、市民会館を貸し館専用施設として位置づけ、貸部屋を増やし、これまで教育会館を利用されていた方に対しても、ご不便とならないよう検討を行っております。また、市民会館以外にも、ジオアリーナをはじめとした体育館や、市民交流センターにも利用いただける部屋がございますので、高齢者の方々にはこれまで以上にお部屋を活用していただき、市民活動等で楽しく過ごしていただきたいと考えております。なお、市役所周辺施設のファシリティマネジメント業務の詳細につきましては、後日開催されます常任委員会においてご説明をさせていただきます。山議員。はい、教育会館、まあ、まちづくり会館からその追い出されることのないようにという、そういったことは、あまりそこ、なんて言いますか、その市民会館をと連携してやるんだということを今、言われましたので、そういったことで、うまくそのアピールできるような、なんかこう、聞いてますとね、なんかまたこう
伝わってないのはまあ仕方ないのかなと思いますけれども、今後そういったあの伝わる言葉で、まず優しく包み込んであげてほしいなと思います。よろしくお願いいたします。4番目ですね、勝山市の観光に対する取り組みについてであります。勝山市には現在スキージャム勝山、県立恐竜博物館、越前大仏、勝山城博物館、平泉寺、夢織勝山や道の駅などといった観光名所がいろいろとありますが、まあ、道の駅が観光名所というのか分かりませんけれども、これはよく言うところの街中誘客にはつながっていません。これまでにも幾度となく対策を講じてきましたが、なかなか機能していないのが現実であります。そうした折、去る2月10日に今年夏の県立恐竜博物館のリニューアルオープンや来年春の北陸新幹線の県内延伸などを睨み、市内の官民一体で観光の産業化を推進する勝山観光戦略協議会が発足したとの報道がありました。協議会は商工会議所や観光まちづくり会社、勝山市宿泊施設など計17団体が加盟していて、これらの加盟団体の一部が恐竜博物館のリニューアルに際した休館時の誘客対策を検討してきたことを契機に、継続的に観光施策を実施しようと協議会に発展させたようです。勝山市も観光戦略協議会の加盟団体とのことですが、市として今後この協議会および観光株式会社との関わり方、そして街中誘客への取り組みについてお伺いいたします。勝山市の観光に対する取り組みについてお答えします。はじめに市と勝山観光戦略協議会との関わり方についてお答えします。この勝山観光戦略協議会は、議員からご質問がありましたとおり、市が設置した恐竜博物館の休館期間における影響緩和への施策を検討した休館対策検討会の構成団体を主体に、勝山市観光まちづくり株式会社が設置したものでございます。恐竜博物館のリニューアルオープンやパーク PFI 事業による長山総合公園の新たな展開により、観光需要の大幅な増加が見込まれる中、観光を通して地域にお金が落ちる仕組みを作る基盤や、官民一体となって観光施策を推し進める場として活動することを目的としております。市といたしましても、多様な観光関連事業者が集う勝山観光戦略協議会を通じて、各種施策の検討材料として観光関連事業者からの貴重な意見をお聞きできる場として大変重要であると考えております。まあ、議論から出てきたアイデア等を施策に反映してまいりたいと考えております。次に、市と勝山市観光まちづくり株式会社との関わり方についてお答えします。勝山市観光まちづくり株式会社は、観光地域づくり法人として、観光で地域が稼げる仕組みづくりや環境整備を行うことにより、地域経済を持続的に成長させ、活性化させることを目的としております。観光地域づくり法人としての役割は、地域の多様な関係者との合意形成、各種データ等の持続的な収集分析、データに裏付けされた明確なコンセプトに基づいた戦略の策定、地域の魅力向上に資する観光資源の磨き上げ、関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整仕組み作り、プロポーションなどがあります。新しい取締役社長の就任を機に、市長、会頭を含めたトップ同士での意思疎通を強化するとともに、組織全体の刷新を図ってまいりたいと考えております。この役割に基づいた
観光地域づくりに関する事業を効果的、効率的に推進するため、勝山市、勝山商工会議所を含めた3社が、今後、より一層連携を深め、より良い方向性に導きながら、勝山市観光まつくり株式会社が、勝山市の観光地域づくりの司令塔として、機能を最大限発揮できるよう努めてまいります。次に、街中誘客への取り組みについてお答えします。議員のご指摘のとおり、市はこれまでハード、ソフト面の両面で、さまざまな対策を講じてまいりましたが、街中エリアへの観光入り込み客数の伸び悩んでいるところでございます。これまでの行政指導による施策だけにとどまらず、民間事業者の活力を生かしていく必要があると考えております。市民や民間事業者に対して、ちょいちゃれ応援事業補助金や、街中にぎわい創出事業補助金など、市民や商店街などの商業団体を対象とした補助金の活用を促してまいります。また、先ほどの勝山観光戦略協議会の中において、市と民間事業者との共同により、街中誘客についても模索してまいります。はい、街中誘客の難しさというのはよく分かっているつもりです。本町通りで食べ物屋さんが今何軒あるかというと、長寿さんがご飯食べられるのかなと思います。あとはもう福姉さんが、だから夜の部ですからね、ずっともうないんですよ。まあ、本当に寂しいなと思います。ですから、これは私は大きなこと言われませんけども、なんかこう、店がこう育つような施策っていうんですかね、まあ、そういったものに一度お考えいただけないかなと思います。まあ、この先ほど申し上げましたその、観光に対する中で、まあ、そういった協議会ができたんですけども、まあ、商工会議所も言ってますけども、やっぱりお土産を作る、お土産がこう育つようなそういった店、そしてそういうアイデアを持った人たちを募るとかですね、まあ、なんかこういろいろ言われてますけども、これもなかなか難しいんです、まあ、正直言って。で、私もうちの商売も細々とやってますけども、一つは恐竜をメインに一つ考えてますので、今最近なんかこうね、和紙に本当にきれいなプリントができるようなものができたらしいんですね。で、それを見せていただいたものですから、ちょっと力が湧いてきました。で、問題はそれをのり付けして、木などに、細いひごなどにくっつくかどうかなんですけども、なんかつく、くっつくようなことを言われてますんで、頑張っていきたいなと思っています。まあ、これは余談ですけども。はい、それでは最後にですね、農業に対する取り組みについて、これも3つありますけれども、一括でお願いいたします。農地情報について、中山間地である勝山市にとって、限られた農地を有料農地として確保するとともに、その農地を活用し、農業振興を図ることは、基幹産業である農業を守っていく上で、非常に重要なことであると考えます。勝山市の景観を特徴づける田園空間を保護する上で、重要となってくる農地情報の管理の状況及びその情報の利活用の現状についてお伺いします。2点目は今後の農業公社の運営についてであります。現在の農業を取り巻く現況は大変厳しく、勝山市では基幹的農業従事者に占める65歳以上の割合が8割を超えるなど高齢化が進展し、総農家数も10年前に比べて3割近く減少している状況にあります。また米の生産調整制度の見直しなど、今後米価の低下が懸念されることから、地域や経営体の競争力強化が喫緊の課題となる一方、条件が不利な地域では担い手の減少や高齢化などにより農地や農村の維持が困難となる状況も想定されることから、地域の活性化を図ることが重要となっています。こうした状況下においては、国は農地法並びに農業の担い手育成を主眼とする
農業経営基盤強化促進法をさらに強化した形で、平成26年より農地中間管理事業を創設し、実施しています。勝山市においては、これを公益財団法人勝山市農業公社が一部業務の事務受託により取り組んでいますが、これを推進していきますと、結果的にこれまで取り組んできた農地利用集積円滑化事業にかかる手数料収入が大幅に減少となり、今後の運営に支障が出ることから、事業全般の見直し及び事務経費の確保が課題となっていると聞いています。福井県は国の方針に従い、福井県農地中間管理機能機構を設置し、農地の集積、集約化を積極的に進めるための支援策として、農地利用の再編、農地を借りたい人や貸したい人に協力金を出すなどにより、耕作放棄地を解消し、地域農業の再生を目標とするとしています。この事業の契約事務を、勝山市では公益財団法人勝山市農業公社が取り組んできましたが、福井県における9つの市においては、鯖江、堺市、勝山市の3市が農業公社で、これらの施策を行っていますが、残りの福井市、敦賀市、小浜市、大野市、あわら市、越前市の6市は、農林関係の行政が窓口となって事務を行っています。国の農地利用集積円滑化事業から農地中間管理事業に置き換わった結果、平成26年には201万円の手数料が入っていましたが、今後はさらに厳しくなることが予想されます。また、農地中間管理事業の委託費は計画面積により配分されるとされたことから、このまま推移すれば、公社の運営はより困難な状態に落ち込むことは必要であります。担当課の見解を伺います。3点目は、担い手育成についてであります。新規就農者や後継者の確保、育成等の対策が一層重要になると考えられますが、行政としてどのように取り組むかを見解を伺います。以上です。農地に対する取り組みについてのうち、農地情報についてお答えします。農地一筆ごとに、所在や地目などの土地情報、所有者やその世帯員の人に関する情報を管理する農地台帳を整備することは、農地法第52条に規定された農業委員会の法令必須業務となります。勝山市農業委員会では、現在、全国統一システムである農業委員会サポートシステムを利用し、農地情報や耕作者情報などを随時更新しています。さらに、農地の地図も管理しており、所有農地の確認や耕作者ごとの色分け、地図作成などに活用しています。また、農地台帳の管理項目の一部を、農地地図情報と合わせて、農林水産省が構築した eMAF 農地ナビでインターネット公表しております。次に、今後の農業公社の運営についてお答えします。勝山市農業公社は、所有者から農地を借り受け、借り受けた農地を担い手に貸し出す、農地利用集積円滑化事業を実施し、その手数料を運営費の一部としています。しかし、農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正によって、農地利用集積円滑化事業が農地中間管理事業に統合され、令和2年度からは、勝山市農業公社に代わって、福井県農地中間管理機構に農地を集積していく農地中間管理事業へと完全に移行しました。そのため、円滑化事業の賃借期間が終了した農地は、順次、農業公社から中間管理機構へと預け替えされることになり、その結果、運営費に充てていた手数料は減少していき、令和8年度から手数料収入はなくなることとなります。
農業公社の収益としては、農地中間管理事業の事務を担う中間管理機構からの受託費や、多面的支払い交付金事業を推進するための勝山市農地水広域協定からの事務受託費、勝山市からの運営費補助金などがあり、農業公社ではこれらを効率的に活用して健全運営を図っています。ただし、中長期的には手数料収入の減が農業公社の運営に影響を及ぼすことが想定されるため、基金収支団体である勝山市と JA 福井県と連携して、財務の健全が図れるよう努め、引き続き支援してまいります。次に、担い手育成についてお答えします。勝山市では、随時、就農相談を実施しております。就農相談では、必要があれば、奥越農林総合事務所や JA 福井県に同席を依頼し、どのような農業をしたいかの聞き取りを行います。数回の就農相談を経て、必要な設備や農地の確保、補助金の活用方法、就農までのスケジュール、就農後の収支計画の作成など、就農までのサポートを行っております。このような中、令和4年度から、国の新規就農者の支援制度が拡充され、親の農業経営を継承する場合でも、一部支援が受けられるようになり、このタイミングで3名の方が親の農業経営を継承し、設備投資について支援を受けております。また、このほかに園芸の新規就農者が令和3年度に1名、令和4年度に1名おり、この2年のうちに5名の方が新たな担い手として農業を始めております。さらに、若手農業者を応援する企画、勝山農業男子、農業女子で、つながりができた若手農業者の交流を通して、勝山市の農業のイメージアップを図り、担い手不足の解消につなげたいと考えております。今後も福井県、JA 福井県とより一層連携を行い、就農相談体制を強化し、一人でも多くの方が農業の担い手になるよう努めるとともに、就農された方について引き続きサポートをすることで、勝山市の担い手を確保・育成してまいります。はい、後者のあり方については、もうそろそろ考えていっていただきたいなと思います。なんかこう、もう、この質問は8年ぐらい前にしたことあるんですけども、なんだ、だんだんもう尻すぼみになってきて、もうお先がこう、暗い、だんだん暗くなってきているということですので、もう今も言いましたように、そろそろ考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。以上で終わります。